リオナリとハロミンとラジオの仕掛け人、もう12月1日ですよ。12月1日じゃん。開けて12月1日ハラミ。開けた。はい。あと30日で年も開ける。いやどうしますか。今日11月29日ですけど。やばい。どうしますか。もう年末ですよ。やばい。ね、年末ですよ。年末終わってちょっとしたら、子供生まれる。うわー、ちょっと高めのテンションで言ってみたけど無理でしたね。ちょっとオープニング高めの時の流れ早いですね。まあ毎年思ってんだけどね。でも今年はなんか異常に早かった気がするな。いやこれも毎年知ってるか。毎年知ってる、うん、しかも毎月言ってるから今年なんかえぐくないですか。今年なんか、はい、まあえぐいっすな。 まず気象がえぐい。あ、気象か。台風あったり。台風もあるし、暑くなって寒くなって。最近寒すぎない。まあ昨日まですめっちゃ寒かったですね。えぐい寒さ、うんうん、寒かった。雪降るんじゃないかと思いましたもんね。いや本当に本当に昨日の夜見たら 4. 何度ですよ。寒かった。びっくりしてんだけど、うん、本当に今日ちょっと暖かいけどね。そりゃ体調崩すわ。そりゃそうだよ。みんな体調崩して、うん、本当にぐっさんもやばいし、うん、大変ですよ。大変だよね。とんでもない。なんかこれ一個疑問に思ったんですけど、まあでもボーイのお家はもう妊婦さんですけどから、うん、あれなのかも分かんないけど、うん、それ家の中の室温どうしてます。あ、家の中の室温、うん、あ、もう最近はね、いや、うん、うちはあんまり暖房つけないんですよ、はい、俺もつけずに頑張ってんですよ、うん、暖房、うん、さきちゃんが暖房苦手なんですよね。あ、そっちのパターンか。喉が、あ、なんか乾燥しちゃうから。男性が暑がりでよく女性が寒がりって言うじゃないですか、うんうん、で部屋の温度を男は低めに設定したけど女性はなんか暖かくしたいみたいな、うん、暖房とかクーラーでも、うん、あ、うち逆だね。え、逆だろ。俺が暖房つけたがるから。ボーイが寒がりだな。寒いっつって、あー寒い死ぬって言ったやつ。寒い、ちょっと暖房つけていいって。え、さきさんは、え、別にそんな寒がらないってことですか、そもそも。そうだね、あんまり寒がる。妊婦さん関係なく。あんまり、そうそうそう、寒さに強いのかも。夏は夏も、俺が暑がり。暑、うん、ちょっと。さきさんはクーラーつけていいって。さきさんはえ、別にそんな。なんなのそれ。多分さきちゃんは、やっぱりこう、さ、ロケミツとかでさ、はい、全国旅してた。してたっすね。世界を旅してたから、うん、気温に強いんだよ。いや、そういうことじゃねえよ。いや、でも温度に強いって言ってたよ。本当に？っていうのは、自分で？なんでかっていうと、うん、年中、うん、あの格好だから。いやいや、まあ、何なのその、芸人さんの職業病みたいな。そうそう、ね、年中半袖だから。はいはいはい。アスカのね。冬の12月とかでも、うん、あのアスカの衣装だから、うん、もう慣れたんです。長袖のアスカないんすか？長袖ないから、うん、だからそのダウンジャケットとか着るらしいけど、アナウンサーじゃないか。基本は、うん、その営業の時とかは、どんだけ寒くても、うん、スカートに、うん、その、半袖の衣装でね。そう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 、まあ、衣装はね。キャラ芸人は耐えようって言ってたよ。本当よな。それこそ、中山きんに君さんとかね、うん、小島よしおさんとかね、うん、もうあの、本当にあの上にダウン羽織ってるんでしょうね。営業とかね。やばいっすよね。アキラ 100% さんとかも、一番やばいでしょ。やばいやばいやばい。確かに。そうそう。本当、ただの変態ですよ、本当に。だからうちは、うん、全然、僕が、はい、そこら辺は握ってますね。握ってるっつうか、こう、温度に敏感なのか。温度に敏感なんですよ。だから、さきちゃんは、うん、の周りには、うん、絶対もう加湿器を。加湿器、ね。うち加湿器の量エグいです。めっちゃあります。加湿器大丈夫なんですか、猫ちゃんいて。倒したりするし。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、大丈夫なの。うん。うちの猫加湿器とかにそんなドーンってやんないし、はい、倒れないようなやつ買ってるから大丈夫。一番危険なのはあれボーイなんでしょ。一番危険なのは俺。ボーイがだって猫ちゃんの水のお椀蹴っちゃうんでしょ。そうそう。ガーッガーッ。あー、ごめんっつって。あと加湿器蹴ったこともあるから。ああ、加湿器とかもやっちゃうよ、ボーイが。全然俺が足元見えてない。足元見えてないのよくあるよね、ボーイね。多々あるからな、本当に。そんなもう寒い年末ですよ、もう。うん、とんでもないよ、本当に。どうしますか？年が明けちゃうよ。で、今年が早かったってこと？早かった。まあ、俺はそれこそ本当に、ドッキリのコラボウィークで止まってますよ、感覚が。え？どういうこと？なんか、つい、あれゴールデンウィークだったのか、みたいな。あ、本当？じゃあ俺ゴールデンウィークはもう遠い昔のようだ。あ、昔か。いつ今、いつ今いつって何だ今いつ何地球上にタイムトラベル。タイムトラベル。俺、今何でですかみたいな。俺、今令和って言うんですかみたいな。今いつって言ってみたいな。今いつですかって言ってみたいですね。今、どの感覚ですか？あの、
やっぱさ今年さ、うん、俺は本当に人生の転機というかさ、はい、転機だったわけよ。そう結婚からね。そう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 、うん、第一の転機が、まあはい、バンクに入ったことだとしたら、はい、その第二の転機みたいな感じなわけよ、はい、結婚とか、まあ、そうだね、そういうので、はい、だからねなんか本当に濃くてあっという間だったのかな、もしかしたら。まあそうだよな、そうっすね、うん、結婚したのもね。でもまあ村井さんに忘れられちゃったからね。忘れられたね。ひどいやん、ひらがなで上がってます。本当に去年だと思ってた、ね、去年でしょ。え、リオナル結婚した去年だよね。え、去年だよねみたいな。もう最後村井さんは相当早く時が進んでたあの、まあ、人も。村井さん本当に覚えてないんだろうな。加速してるよ、加速してる。でそうか、子供、子供が発表があれいつ、ラジオの中で秋、夏か、あれいつだったな、8月7月夏、安定期から3ヶ月前、うん、3ヶ月前、うん、で8月とかか、うん、のラジオの中で発表したのか、うん、発表つうか、うん、いやーっつって、うん、うん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 、そうよ、そうか、そうだね。まあそう、いやまあ最近だから本当にあれっすよ、なんかもうゲーム実況しかしてないじゃないですか。あ、ハラミさんはそうだ。俺はあんまりその感覚ないけど。そう、坊やあんまその感覚。いろいろやってるからね。そう、いろいろやってっしょ、うん、まあ、俺ゲーム実況しかしてなくて、うん、今まではドッキリをやってた時は、うん、なんか1日に3本撮るとかザラにあったじゃないですか。あったあった。ドッキリを。あったあったあった。準備とか、うん、ね、準備だけしてとか、だから2本ドッキリやって1本準備してみたいな。してみたいな。あれあったね、あったあった。で、なんかまあ、裏話じゃないけど、まあ言っちゃうとなんか、あの替えの服持ってきてくださいみたいな。ああそれはね、その T シャツとか、なんかこうまとめ撮りっていうか、そもそもその結構その、うん、この日撮れないみたいなのがあったからね、うんうん、この日はもう TV の撮影をまあ全部するから、うんうんうん、この日にまとめ撮る、ドッキリ撮ろうみたいな、うん、だなんかもうそれの準備で、あこの日3本撮るからじゃあ T シャツ2枚で買い持ってってみたいなのでわーってなってて、でなんかもうあっという間だったんですよ、うん、バタバタしてバタバタしてたから、もう1日1週間1ヶ月があっという間すぎてみたいな、うん、だったでしょ、うん、今なんかもうゲーム撮るじゃないですか、うん、なんか帰って編集するじゃないですか、うん、なんかでまた次の日ゲーム撮るじゃないですか、うん、帰って編集するじゃないですか、うん、それで1週間終わるんですよ。あれもう木曜だみたいな。あれあれあれみたいな。それ早いんじゃないの、スピードは早いんだけど、なんか1日1日が遅い でも早い、なんかだから言うて、やっぱこうゲームもね、そんな、うん、例えばパズドラあるじゃん、パズドラ、うん、シゲパズ頑張ってやってますよ、シゲさんが、うん、言うてそんなネタないっすよもう、うん、言うてね。いやそりゃそうでしょ、俺らもないじゃないっすか言うて。いやそうよ、今だってクリアしてないのも もう裏営業だけっすよ俺ら、うん、新しいの来るけどね、まあ、あ来る、うん、来るけど、まあ裏営業、まあ裏営業だけじゃないですか、そうですね、俺らですら、俺らですら、そうやな。で検定クエストとかが今来てるとはいえ、うん、ね、シゲパーズの中でも言ってたし、シゲさんにも直接レベル9むずいんで、ポンコツでマルチでやってみてくださいよみたいなこと言われて、うん、あやろうかなと思って、うん、検定クエストやってなかったのに、やってみたわけですよ。うん、レベル8までじゃクリアしとこうかなと思って、うん、レベル5が勝てないです。俺も。あ、わかる？あのビルのところ。レベル5は勝てねえと思って。これレベル9どころじゃないよ、シゲさんと思って。勝てないですよね。5でつまずいた。あの前回の検定クエストも5でつまずいた。あ、マジ？ちょっとパズルやってない人はごめんね、わかんないと思うけど。あるのよ、あるのよ、その純粋なパズル力を求められるみたいな。そうそうそう、あれおもろいね。でも懐かしい気持ちになった。あ、まあね、そうなんか、うん、あれ本当に最初からパズルのさ、そうね、リーダーがね、そうだよね、だってヴァンパイアロードで、うん、まずリーダーでとか、うん、そういうね時代をやってんだよね。イシスバステとねねねパンドラかねねね、うん、今見るでしょ。いいよ、そうだからレベル9どころじゃないよしげさんと思ってみたいな、なんかこうまあドッキリの時もネタとか企画を考えていて、うん、なんかこうトレンドツイッターでなんか今これ流行ってるぞとか、食べ物これ新しいの発売しますよみたいなね、アプリ入れてこう注目してアンテナ張っていたとはいえ、はい、なんか今の方がゲームのこのネタをひねり出すのがしんどい。ああそうか、めちゃめちゃしんどい、なやばいみたいな、どうしようみたいな、明日ないぞみたいな。うん、俺はね、はい、もう別の悩みだわ。何？それで言うと。何？あの、ゲームの動画撮るじゃないですか。例えば俺、コトダもやってんすよね。やってるやってる。で、うん、あの、やってんすよ。やってる。で、毎日やってんすけど、はい、この、プレイする時間をなかなか撮れなくて、うん、で、その、結婚する前は、はい、それは当然、その一人身だったんで、
結構ガンガンやってた、そう時間気にせず、はいはいはい、うん、でも今もうあの一番大事なのはもう家族なんで、おい、そこはね、そう、そこを優先していくとどうしてもこう優先順位が下がっていくと、ゲーム、そう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 、うん、そうだそれ、そうそうそう、うん、それでいいんですけど、はい、だからなんかやる時間が取れなくて、うん、ゲーム実況動画ってさ、はい、そのやっぱり一定やってないとさ、はい、来るじゃん、そう来る、コメントでさ来るんだよ、そうなんだ、コメントで TD の、はい、今ね、モンスト、ね、メルエムって言ってた、ごめん、モンストやってない人ごめんなさい、今度はね、コメントで、はい、メルエムってムズいの来てて、リオナリが悪いってもうめっちゃ書かれて、誰が悪いとかじゃないんだって言ってるじゃん、あんだけ散々動画の中でさ誰が悪いとかじゃないんだって、そうなんだよな、そうなんだよ、だからね、辛い、やっぱね、うん、やっぱさ、はい、実況上げて、まあ俺らが上げてるから、はい、そう言われる覚悟でもちろんやってるんですけど、はい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 、やっぱりそういうコメント来ちゃうと、はい、一気にこう、あーみたいな、ゲームするモチベーションやっぱ下がるな、しかも坊やそれ勝ってるしね、俺にお付き合いしてやってるやつだからね、そう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 、別にやんなくていいやつだからね、ぶっちゃけそうだね、ぶっちゃけそうだそれぶっちゃけそうだ、それで言われるのきつい、そうそう、それで言われるのきついから、だから俺もなんか申し訳ないなとか思うしね、いやいや全然いいんですけど、はいはいはい、とかね、そういうのもあって、うん、だからそのやってはいるものの、うん、ランクとかがこう上がんないと、はい、でもまあやってねえじゃんみたいな、そう動画上げても、そうなんだよ、言われちゃうから、う、だからなんか俺コトタマンとかも動画上げたいの、はい、実はガチャの動画とか、はい、上げたいやつなんだけど、はいはい、あんまりランク上げれてなくて、はいはい、じゃあどうしようみたいな、コトタマンも言われない、コトタマン言われないでしょ、コトタマンは言われないけどね、しょ、それは言われないけど、うん、ただなんかちょっとそういうの気にするようになっちゃった、いや、なんか、いや、いや、その、あ、なんか申し訳ないんですけど、その、ランク問題あるじゃないですか、ゲームの。あるあるある。ランクね、じゃあ例えばモンストとか俺パズル全然上がってないっすよ。うん、で、ユニゾン A 俺めっちゃ上がってんすよ、ランクめっちゃ上がってる、ね。俺めっちゃこう、なんか、まあ、めっちゃでも結構高いんすよ、うん。で、高ければ高いで、ランク高いから普通にもっと上手いのかと思ってみたら全然下手じゃん、みたいな、コメント来るんすよ。そうだよね。いやいや、何それ、わかるわかるわかる。じゃあどうすりゃいいの、わかるわかる。何っていう。あのね、うん、モンストとかもやっぱりランクを上げたら上げたで、うん、ランク上げた後に何々高ランカーのくせに下手だなになるんだよ、ね、そうなんですよ、でランクが低いともうやってね、下手だなってもうね、どうすんの、逃げはないんだよね、適正のランクを教えてくれよ、何ランクだったらいいんだよそこで合わせるからよ、これね、多分ゲーム実況してる人 見てたら共感すると思う、共感するでしょうね、これ ね、 そうね、意味わかんねえんだよマジで、そう、発砲さ、ね、あるんだよな、あるんだよマジで、結構だから そのやっぱ PS というか箔、うん、なのかな、箔がその人についてるかどうかって、うん、結局箔がこの人上手い人だって思ったら、うん、ミスショットでも上手く見えるんですよ、ほう、というとこれね、なんかね、誰だっけな、なんかもうその名前伏せますけど誰かが言ってたんですけど、うん、もうこうその人、まあ神格化されてるみたいな、はい、やっぱ上手いから、はいはい、だからその人のは、うんうん、ミスショットなんですね、はい、その人ミスショットって自分で分かってるんですけど、うん、コメントとかで、うん、そのショットすげえみたいな来るんだって、ほう、やっぱりその人がそういう方向に打ったからには何か理由があるんだってみんなが詮索するの、深読みするのね、そうで、結果やっぱすげえってなるっていう、なんだよそれ、おかしい間違ってるよもうこの、だからイメージなんですよ結局全て、これは別にゲーム実況に限らず全部イメージ、まあね、そうだけどさ、まあそう、まあ、サッカーもそうだろうな、うん、確かにね、そうイメージだ、うん、メッシがあそこで打ったのはきっと理由があるに違いないみたいなね、そうそう、シュート外してってもね、そうそう、メッシより上手い人がいたとしても、うん、メッシのイメージの方が強いじゃん、ずっとメッシ動いて、うん、そうね、まあ確かにそうね、それただもうそう、いやそうだけど、イメージだから俺らはもうだからさ、うん、でもまあ俺らはそのさ、はい、ゲーム下手だよってイメージをさ、はい、自らそれつけに行ってんじゃん、つけに行ってる、つけに行ってるっていうか、まあ実際そうだからさ、つけに行ってんすよビジネスポンコツだからな、ここにいるリオナリ師匠はな、みんな俺そうだよ、ビジネスポンコツだぞ、本当はうまいんだからな俺確かに、はい、俺でも確かにね、ゲームポンコツって言われがちだけど、うん、最近、うん、あれ俺ゲーム別に下手じゃねえなって思ったかもしれない、いやあのね、だからそうなのよ、俺はずっと思ってるって、前もどっかで言ったけど、うん、俺はずっと思ってる。俺別にゲーム下手じゃないんですよ。うん、周りが上手すぎるの、うん。みんな。そうだよ、ね。この業界にいるとみんな上手すぎる。俺は標準なんですよ。そうだ、そうなんですよ。みんなと、見てるみんなの、ね、視聴者と同じぐらいの上手さなんですよ、俺は。うん、俺、アウトラストの動画自分で見てて思ったもん。
でもうまいっすよね。うまいっすよ。ボーイさんみんなホラーゲーム今やってんだけどね。ボーイはホラーゲームうまいんだよ。いや、たかがホラーだろって僕は分かるんで、あれは PC 系で、あれ PS 求められますよね。求められる。あれやってると昨日すごい疲れてたもんね、ボーイ。めちゃくちゃ疲れた。すげえ疲れてるけどみたいな。めちゃくちゃ疲れた。そう。アウトラストうまいよ。俺編集室でうまいなと思うもん。よく逃げ切ってんだと思うもん。そう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 。ね、初見でよくやってる。よくやってると思うよ。初見でよくやってるなと思うそう。だからアウトラストうまい方だし、モンストとかパズドラも標準ですよ、我々は。うん、そうだと思う。ところがやっぱこう、コスケさんとかがいちゃうから。やっぱね、もうあの人たちはもう群抜だからね。群抜だから。群抜にうめえからな。だってそれが仕事なんだもん、シゲさんとかも。そうそう。それで食ってんだからさ。そう、やっぱうまい人たちがやっぱね。うん、すごいよね。それはそうなっちゃいますよ。でもまあ、そういう人たちはやっぱそれ相応のコミットしてるから。そう、コミットしてる。やっぱすげえなって。やっぱそう。それができるからトータルですごいんだけど、我々は標準ですよ。標準の二人です。そうそうそう。そう標準パッドの標準パッド。標準パッドの二人にしようか。今度からポンコツパッド。標準って書いてある書いてある。いや、標準のくせに下手や。下手やなって、そうなの。どこが標準なんですかみたいな言われますよ、絶対。怖えよ。YouTube のコメント怖えよ。この間もだって、そのラジオでさ、うん、そのコメントよく、動画最後まで見てからコメントしろや、みたいな言ったじゃないですか。ああ俺ら。したらなんかもう、それに対するアンサーのコメントで、いやいや、そんななんか、せっかく、なんですか、数、ただでさえ少ないコメントなのみたいな。ありがたいね。コメントいただきました。ただでさえ少ないコメントなのに、なんかそんなこと言って、みたいな。ね。ハードル上げちゃって、みたいな。ハードル上げちゃって、みたいなコメントももらうし、なんかその、いや、動画、なんだっけ全部見終わってもなんだっけ忘れちゃう、はい、どうたらこうたらみたいな、うん、いや俺はだからそういう話はしてないわけですよ。例えば何かって言ったら俺ユニゾエアやってるじゃないですか、うん、で途中からスロー編集になってんですよ、うん、で毎回毎回俺は必ず言ってますよ、ね、言ってんですよ。2分の1に編集するから2倍速にして見てくださいって必ずテロップも入れてるんですよ、うん、なのに必ずもうなんで途中からスローになってるんですか、編集ミスですかわらみたいなコメント来るんですよ。必ず来るの。ね、でそれに対してアンサーのコメントをつけてくれる人いるんですよ、うん、いやもう毎回言ってますよこの人みたいな、2分の1にするって言ってるんでよく動画見たらどうですかみたいなコメント来るんですけど、そうそう、そういうのを言ってるんですよ。そうそう、俺らが言ってるのはそういうこと。それはそのだから前回も言ったけど、うん、それは恥かくよ。そう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 いうふうに指摘コメント来るよ。そうそうそう、まさにそういうレベルのやつを言ってるんだって。他の人のことなんて言ってないですよ。言ってない、それはね、マジ。そうそうそう、別に下手だなとかに対しても言ってないですよ。別にそうそうそう、それは別につけてくれていいですもんね。そう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 、下手だなとかはね。そうそうそう、もう説明したいよそれっていうコメントに対してね。そうそう、何を言ってるんだって。別にみんなに喧嘩を売ってるわけじゃない。そういうね、そういうちょっとそういう人に言ってるんだよってことでございます。そうそう、だから一回疑問とかが生まれたら、うん、その疑問を持った上で最後まで見て、うんうんうん、でどっかで言ってたら、うん、そう書けばいい。あ、書かなくていいし。そう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 、どっかで言ってたら、うん、言わない、言ってなかったらもう書けばいいし。そう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 、そこです、そうです、そうです、というね、大変ですよ。いや大変な日々です。大変、いや最近はちょっと大変、うんうん、またさらにこっから年末ですから、またさらにバタついてくるんじゃないですか。年末バタつくよね。ゲーム実況なんか特に年末さ、やっぱりこうなんだろう、ため取りできるもんでもないしね、ゲーム実況。俺だから年末年始のことちょっと想像したんですけど、ちょっとゾッとしましたよ。やばいよね。やばくないと思って。だってモンストで多分あのいかついかち来るでしょ。来るね。俺毎年あげてるかな。ボーイはあげてる。で多分俺も今年あげるじゃん。うん、みんなあげ、みんなあげんじゃん。みんなあげるっしょ。家で通るでしょとかってなってくると、年末年始の休みの間もまああげるのかとか。まあソシャゲゲーム実況者はもうしょうがないですよ。しょうがないですね。それがもう仕事です。だから頑張り時ですから。頑張り時。ちょっと前らへんからアウトラスト取りだめしてとか、その辺をやりつつですね。そうだね。コンシューマー系だったら、うん、まあそうですね。そういうのね、とため取りできますから。そうですね。やっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。まあ頑張りましょう。はい、頑張りましょう。なんかどうします？なんかあるんですか？何がありま、ないですか。あ、いやいや、どうぞどうぞ。いいんですか。お便り行きましょうと。お便り行きますか。全然。あのお便りがいいんだろうな、ボーイは。じゃあ、一個お便り。はい。まあ、読みたくないですけど。ん？エントリースノーマン。お前回、サムネイル。はい。あれですね。エントリースノーマン。マックス・ザ・ブービーの。はい。うん、ボーイが嬉しそうに選んでましたけど。すき焼きに白子入れるリオナリさん。はい。モンスター・ファーマー・ハラミンさん。村井牧場の村井さん、こんにちは。動画見てんな。こんにちは。いや、こいつめっちゃ見てますよ。見てるよね。エントリースノーマン多分めちゃめちゃ好きっすよ。いや、もう。うちのことめちゃめちゃ好きっすよ、多分。ね、この間のラジカケで、有名人は誰だってエゴサしてると聞いたので、リオナリさんとハラミンさんとパイパイデカミさんの名前を入れてツイートしてみたら、オープンエゴサ姉さんのパイパイデカミさんにいいねされました。いや、もうね、あいつは、はい、
あいつっていうか、俺、パイパイ、ちょっと知らない人ももしかしたらいるかもしれないですけど、パイパイデカミは、僕、学生時代の、同期なんですよ。そう、めっちゃ仲いいんですよ。めっちゃ仲いいんですよ。差しでも飲みに行ったりするし、今でも全然飲みに行く仲なんですよ。ね。すごいですよね、もう彼女が有名になって。もうすぐフォロワー抜かされますよ。おぉ、すごい。やられた。やられたな。やられた。売れちゃってね。すげえ売れた。すごい。パイパイデカミすげえよ。だから、その、パイパイデカミは、もう、全部手動で、エゴサしまくってる。エゴサしまくってる。エゴサの王者だから。エゴサの王者なの。マジでエゴサのスピード尋常じゃないから。尋常じゃないよ、ね。絶対いいねするからね。えらい。ね。うん、パイペイデカミさんにいいねされましたと。うん、むっつりエゴサ兄さんとツイッターを見れない兄さんのエゴサ経験の中で、うん、特に印象に残ってるツイートやまとめサイトの書き込みはどんなですかという、普通に真っ当にいいお便りをくれるようになりました。ああ。なんかありますか？エゴサ、うん、俺、先に、これボーイエピソードあります？いや、こっちじゃなかったの。うん、これじゃないけど。あ、なるほど。なんかあるの？うん。あ、俺、ツイッター見れないって言ってますけど、見てますよ。うん、え？ツイッターのアカウントはないけど、検索はできるじゃないですか。あ、確かに。そう。検索、だから、今までタイムライン流れてきてた人たち、全員検索して見てますから。その手間は増えたけど。エゴサーチはしてる。エゴサーチはしてる。もう変わらずね。そう。ちゃんと。ちゃんと本当に見てるよ。ちゃんと見てるよっていう。俺、リオナリって書いてあるやつは全部見てますよ。でしょ、うん、俺も花見は見てます。今までエゴサーチでやばいなって思ったのは、いや、なんかいっぱいあるっすね。やっぱり。そうっすね。いや、お褒めの言葉とか、はい、そういうのはもう全部めっちゃ嬉しいし、はい、いいねするし、はいはいはい。で、アンチコメントもね、うん、ありますからね。うん。そうっすね。そうそう。アンチコメントもなんかシンプルにいいねしたいんですけど、なんかやっぱ煽ってる風になっちゃうから心配できないんですよ。わかるわかる。俺も別に煽ってないんだけど、うん、ただまあアンチコメントする人はそれ相応の覚悟を持ってしたいなって思いますけど、してほしいなとは思います、ね、あ、そう、覚悟見てるから。そうですね、見てます。多分見てないと思ってるんだよね。思ってないですよね。見てます、うん、見てる見てる見てる、全部見てる。そうそう、だからそれを見られること覚悟でツイートした方がいい。いや、ほんとそう。ほんと最近、ここ最近思うのは、見られる側は我々だけではないっていう。あ、そう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 。ね、みんな見られ、だってツイッターにアカウント持ってる以上見られる覚悟があるってことだから。あ、それはそうですよ。そうですね。見てるぞ。なんか、仕事をしてて、ま、そこら辺の感覚麻痺してるんですけど、うん、やっぱり、全然関係ない、普通の、まあ、普通のっていうか、まあ、そういうメディア系ではないサラリーマンとか、はい、友達とかに会うと、はい、やっぱりこうツイッターは、はい、友達で共有してるものみたいな認識なんですよね。はいはいはい、そうですよね。みんな多分そうだと思うんですよ。はい、ところが、そうそうそう、俺らはもうそれがもう仕事だから全世界に見られてると思ってツイートしてるじゃないですか。してる。そうそうそう。ところはどっこいだ、ね。ところはどっこいだ。だから気をつけてください。そう、気をつけてください。そう、見てますよ。そうです。だからこのエントリースノーマンのこのツイートも俺見ましたよ。その、なんだっけ、その利用な、エゴサできない人とか、パイパイデカミさんみたいなツイートしてたじゃん。してた、してた。こいつ。それも見ましたよ。なんなら俺気になった人はその人のプロフィールまで飛んで、その人のツイート全部見るから。俺もそうですよ。そうだよね。100% そうですよ。そう。だから他のツイートも見てるから。見てるよ。リオナリって書いてあるやつ。なんだったらリプも全部見てるよ。そう。どういう人と絡んでんだろうな、みたいな。ああ、そうそうそう、そう、ね。で、おすすめに出てきた人で、あ、この人もアップバンク関連の人か、みたいなで全部見てますよ。そう、全部見てる。全部見てますよ。だから、はい。一定、俺らとか、その、自分たちの名前、はい、もうエゴサで引っかかるやつは、はい。はい、もうそれつぶやいたら、はい、自分の最近の100件ぐらいのツイート全部見られると思って、そう結構見てますよ。見てます。多分このラジオ聞いてくれてる、はい、今プレミア公開で200人近く見てるのかな、はい、わかんないですけど、はい、その200人ぐらいの人の、はい、多分ツイート、はい、最新100件ぐらい全部見てる。見てますね。よくコメントしてくれてる人とかね、うん、お便りくれてる人たちのツイートは全部見てます。見てる見てる、はい、100% 見てます。これはね、あ、これ俺のこと言ってんなってわかる。大体分かってっから、こいつ言ってんな、みたいな。おいな、怖いな、なんだな。全部見てます。全部見てるからな。そうそう、見てる、見てる。別に、まあ、僕は全然そういう気はないですけどね。はい、見ますね、それね。なんかね、よくありがちなのが、ハラミンさん、なんとかかんとかだな、みたいなツイートするじゃないですか。うん、だから、英語さんに引っかかるじゃないですか。うん、で、その次のツイートで、主語つけずに、ハラミンさんともつけてなく、なんとかなんとかだけどね、みたいなツイート、絶対ハラミンさんのことに関連して言ってるじゃないですか。ああ、まあ、そういうのとか全部見てますよね。ああ、見てる。それは見てる。なるほどね、みたいな。うんうん、はいはいはい、みたいな。そうそう。そうなんですよ。怖いぞ。ツイッターは怖いぞ。気をつけろ。そうそう。ね。ただドキッとするんじゃない？ドキッとしてる人がいっぱいいると思います。うん。うん、ない、じゃあこう。でも嬉しいですけどね、そういう、なんか。うん。一番嬉しいのは、はい、そういうので見たときに、はい、うん、その俺の名前とかを出さずには、多分俺のことを褒めてくれるんだろうな、みたいな、うん、ツイートを見てるのは、見るのは嬉しいです。
やっぱり、うん、そう嬉しいしね、なんかね、ありがたいなみたいな。全然今ボーイも俺も言いましたけど、そのアンチコメントがどうたらこうたらって言いましたけど、あのね、意外とない。あ、そう、意外とない。良かったと思った、うん、意外と寒くて、うん、ね、俺最近ないかな。前は割と。それは結婚当初じゃないの？いや、何かあったの？アンチコメント、うんうん、いや結婚当初ないっすよ。なんか俺のサキちゃんをとかじゃない？いや全くない。あ、ない。それからもうびっくりするぐらいないのよ。あ、ないんだ。うん、いつぐらい？あ、ボーイなんかないじゃん、アンチコメントなんか。もっと前かな。それで言うと、もっと前。俺と村井さんが、はいはい、あの2人で俺がカメラマンして、はい、だから踊ってみたとかやり始めた当初。はい、あ、YouTuber っぽいことしだした頃か。そうそう。リオナに調子乗ってんなっていうコメントが一番多いんですよ。あ、まあそれは気にしなくていいのか。でもまあ、俺気にしないですよ。ちょっとずつ見ていくと削られますよね。毎日それがあるとね。うん。まあでも、企画とか考えて、撮影とか、制作の主導権握ってんの俺だし。だし。それで、隠すのは無理だよな。だし、カメラ回して突っ込んでる以上、突っ込みでちょっと調子乗ってる風に見られますしね。そうそうそう。ちょっとね。一番あるのはやっぱり、目上の村井さんに対して、うん、そういう、なんか、タメ口とで突っ込んだりとか、こういう調子を乗ってんだみたいな。乗ってなりますよね。そうそう。それはまあしょうがない。そう。うん、まあいいんですけど、うん。ね。まあいいんだけどね。そうそうそう。それはいい、ね、それはいいんだけどね。っていう。そうなの。いや、俺なんかずっとツイッターやってから、エゴサしたことなかったんですよ、今まで。うんうん、ずっとしてなくって、で、いつぐらいかな、まだ全然ハラガルチャンネルやってるぐらいの頃にちょっと意を決して、うん、絶対アンチコメントばっかりだろうなと、うん、絶対すげえ言われてんだろうなと思ってハラミで検索したんですよ。あ、はい、昔の、うん、ちょっとの全然ないの。本当にそう、全然なかったの。最近の話じゃないですよ、ちょっと本当前ですよ。ハラミブッピーとかなかった？ハラミブッピーが、いやいや、それなんかそれブッピーみたいなブッピーみたいな、ない、なかった、なかった、全然なかった。ブッピーないか、物品なかった。だから、あ、あ、平和の世の中なんだなと思って。うん、平和だと思うけどな。俺もあんまりないっすよ。全然大丈夫だった。めっちゃ理論武装して、うん、結局最後の一言でディスりたいだけみたいなのもありますけどね、うん、さも真っ当な意見みたいな、はい、ありますね。なんかあと一番俺が嫌いなのは、うん、みんなそう思ってるぞって書き方する人。ああ。まあね、それはね、そうね、そこだけかな。そうね、確かに。そこはちょっと、うん、ってなるね。そうですね。いや、みんなじゃないじゃん。リアルに。一個でも、一個だけすげえ勉強になったっていうか、気をつけなきゃいけないなと思ったエゴサが一個あって、あの、欅坂46の守屋茜ちゃんっていう子が、うん、まあ、副キャプテンなんですけど、うん、すげえ頑張ってる子なんですよ。なんかロケも私は行きたいみたいな、うん、あの、頑張って、いろんなところ出ていきたいんですみたいなこと言ってる子なんですけど、結構報われない子で、うん、美人なんですけど、うん、でやっと写真集を出してもらえるようになったの。あ、やったじゃん、やったじゃないですか、うん、で俺めっちゃそのアカネンの努力とか知ってるから、うん、美容にかける努力とか、うん、でアカネン ようやく努力が報われたね、写真集おめでとうみたいなことツイートしたんですよ、うん、そしたらでハラミそれリップで、うん、リップじゃない、普通に、はい、あ、よかったねみたいな、報われたねみたいな、普通にツイートしたんです。そしたら何日か経った後にエゴサしてしたら、なんかアップバンクのハラミンってやつ、うん、ようやく報われたねってなんだよみたいな、うん、いや別にその、ね、今まで不遇だってみたいなこと言ってんじゃねえよみたいな。なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど、そう、はいはいはい、なんだよ報われたねってなんだよ、愛が溢れてるな、 そのツイートで、うん、やっぱりその欅系を語らせてるその有名人だったら、その、一緒にラジオやってる遠山校長さんがいるんですけど、はい、遠山校長が一番だなみたいなツイートしてて、あ、確かになと思った。それはそうだわ、なんか言い方悪かったのかなとも思った。確かに確かに確かに、めっちゃそれはあれだね、反省した、反省だね。だそう思う人もいるもんね。そう思う人もいるから、推しだ、アカネのことめっちゃ応援してるんですよ。応援してるけど大好きなんですよ。ちょっとなんか上からに見える、上からに見えるんだろう。そうだし、な、確かに俺も思った、報われたってなんだよと俺も思った。確かに確かに。そうでもアカネが言うならいいけどって、アカネが言うならいいし、あ、最悪アカネ推しの人が言うならいいのかな、わかんねえけど、なんか俺確かに違えなと思った。それは、まあ、本人が言うべきなのかな。自分本人がさ、うん、やっと報われた気がしましたみたいなことを言ったらさ、おーってなる、おーってなるね。確かに確かに。そうなんだけど、そう、まあ、愛両方とも間違ってないし、うん、俺愛のある声だと、いやだからそう、その人はめっちゃ多分応援してる人なんですよ。その人もね、愛があるがゆえの狂気ですよ。そうそうそう。あ、もう、そうだから、あ、いろんな角度からやっぱこう考えて、そのなんか
特にそのアイドル系とかはツイートしなきゃいけないんだなと思った。それいいね。だからその愛よくあるよね、はい、アンチも愛かみたいな、アンチも愛か、そういう問題ある。それだな、ちょっと面白い。そう、面白いな。そうだから勉強になったんですよ。勉強になります、ね、あの人はすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。そっからすげえ気をつけるようになった。ああ、いい話。このこれ大丈夫かな、いい話だ。なのに凍結されちゃったけどね。すごい気を使ってツイートしてたのに凍結されちゃったけどね。俺めっちゃ気使ってたんですけどね、ツイッター。うん、うん、でもだからそれはだからハミさんが、はい、こっそり、うん、だからその隠語をつぶやいては消してを繰り返してたから、つぶやいてね、別に、つぶやいてそのバレずに消してって、フォロワーにバレずに消すっていう隠語チキンレースをしてた。それ何の遊びなの。あと全裸写真とかをつぶやいて一瞬で消すみたいな、みんなにバレないようにみたいな。そんな秒でいいんですけど、そんなのすげえ秒でつけてくれる人いるじゃないですか。ほら、フォロワー貼ってる人ね、貼ってる人、なんかそのアップバンク系で秒でいいねつける人いるじゃないですか。人ほらほら、うん、いてくれるじゃないですか。その人速攻でいいねされるよ。チキンレース、チキンレース、うんうん、それでいうと俺が上げた動画絶対低評価、最初にもう上げてもう本当に 0.1 秒ぐらいで低評価2ぐらいつくけど、なんで、などっち、ビログタビ、絶対絶対、いやビログタビはつかない。なんで、あのこっちのアップバンクの、そう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 、いいんだよ。なんで、なんだろそれ、アンチじゃないですか。いや、アンチなの、アンチなのか分かんないですけど、ボーイの、めっちゃ見てるんだ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、貼ってますよね。すげえな。すげえよな。そのモチベーションもすげえわ。うん、ね、投稿したらさ、うん、動画投稿したら自分でも高評価押すじゃん。押す押す。そうそう。それより早い。早いな。早いな。こっちの管理画面からもうついてるみたいな。行くまでの間にもう、貼ってんだよな。貼ってんだ、すげえ。そろそろ利用なり公開すんじゃねえ。公開したよみたいなのでもう、低評価押してる。そうそう。早いな。早い人いいんだよな。絶対見てないじゃん、だってそんな。すごいな。逆に愛、ね、逆愛だと思うんですよ。逆愛ですか。うん、はい。じゃあ続けまして。いいですか、はい、じゃあこっちかな、はい、ラジオネーム土かみそ、うん、土かみそ、リーナリさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。言ってないですね。こんばんは。ちょっと噛みました。こんばんはね、はい、先週末は怒涛の結婚ラッシュでしたね。あ、すごかったね、本当にね。そうね、すごかったね。たくさん幸せな気持ちになりましたね。僕も22日に入籍したわけですが、あ、こいつなんか違うお便りで入籍したって書いてあるんですよ。11月22日におめでとうございます。おめでとうございます、土かみそくん。入籍したわけですが、有名人と同じというのはなんだか興奮しました。ハラミンさんも実は結婚していたりとかしないですか。お二人が最近興奮したことを教えてください。本当にいきなり話がびっくりした。テーマが疑問がびっくりした、うん、結婚の方じゃなくて興奮したこと。それ、お二人が最近興奮したこと。急にエロさ出してくるやん。そう、急にエロさ、うん、ありますか、興奮したこと。興奮っていうか、これちょっと話したいこと一個あって、いい、はいはい、興奮っていうか、俺は興奮しなかったんですよ、はいはい、ただこれ、うん、人によっちゃ絶対興奮するんだろうなっていうことありますよ。ほう、なんですか。ハラミンさんとか興奮するのか分かんないですけど、やった、なんだろう。僕ダイエットしてるじゃないですか。ダイエットしてる。でも、うん、こう蒙古タンメン好きなんですよ、うん、でラーメンが好きで、うん、食べたいんですけど夜は我慢するようにしてるんですよ、うん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 、食べるとしても夕方とか、うんうんうん、そうそうに行くみたいな、うんうんうん、で、うん、その蒙古タンメンに行ったんですよ。蒙古タンメンに行った。で、なんでかっていうと、豆腐チェンジできるんですよ。あー、できますね。そうそうそう。うん、豆腐チェンジできるんで、うん、あー、ちょっと豆腐チェンジしたいなと思って、行ったら、うん、なんか糖質ゼロ麺があったんですよ。うん、糖質ゼロ麺ですか、こんにゃく麺。蒙古タンメン中本にあったんですよ。で、それ頼んだんですよ、ね。はいはいはい。で、食べるじゃないですか。でも、まあ、うまいわけですよ。で、もう閉店ギリギリですよ。あれは、何時ぐらいだったかな。深夜 0時か、はいはい、本当に、うん、夜の0時で、まあ、蒙古タンメンうめえなって思ってて、うん、で店内もう俺カウンターで食ってたんですけど、はい、店内も結構少ないですよ。もうね、5、6人しかいないの、うん、俺入れて、うん、でもこう多分席を掃除する関係で、はい、5人がギュッて詰まってる感じ、カウンターで、それで俺の隣が、まあ、サラリーマンの方と、はい、ね、結構だいぶ綺麗めな、はいはい、多分ハラミンさんが本当に好きであろう年代の、はい、方がいたんです。女性がいたんです。お姉様。ザ・お姉様で。30代後半ぐらいの、本当に ?40 代ぐらいの、そうそうだ。いや、30代。芸能人で言うとね、お年いってるけど、すげえ美人だって言われてる方、何でしたっけ、石田ゆり子さん。石田ゆり子さんよりは下かな。松山ケンイチさんとかと映画出てた。誰だ、ちょっと思い出せない。何、あの人、何、
思い出せない。何まあそういうきれいめな、ちょっと猫目っぽい感じの方なんですよ。で、なんだろうな、あの人は水商売なのかな、あ、分かんないんですけど、すげえ酔っ払ってたんですよ、その女性が多分、目ちょっとなんか座ってる感じで、もう完全に酔っ払ってんだろうなって感じでラーメンこうすすってたんですよ。で、北極ラーメン食ってて、俺も普通に食ってたんですよ。で、ちょっとまあ半分ぐらい食べたぞってところで、で、まあ、店員さんが毎回ちょっと恥ずかしいんですけど、こう蒙古タンメンって、はい、お待ちどうさまだけじゃなくて、何々麺、何々ですって全部メニュー名を言って出すんですよ。はいはいはい、だから俺も、恥ずかしいんですけど、あ、じゃあ、北極じゃないか。なんか味噌ラーメン、こんにゃく麺チェンジです。みたいな感じで、こんにゃく麺であることも全員にバラされてる。周知されたのね。そうそう。あいつこんにゃく麺だぞ。そうそうそう。こんな時間に蒙古タンメン来といて、こいつこんにゃく麺で食ってるわ。糖質気にしてるわ。そうそう。全員にバレちゃって、それめっちゃ恥ずかしいんですけど。まあ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 。別に言わなくていいのになって思って食ってて、から知ってるわけですよ。俺の隣の人たちは。こんにゃく麺こいつ食ってんの。食ってんだってね。で、急にその隣のめっちゃ綺麗な人が話しかけてきて。その人一人で来てるんですか？一人で。あ、一人で来てるの？うん。っていうのは、俺ラジオ聞きながら食ってたんですよ。霜降りさんのラジオを聞いて、エアポーズつけてるんですよ。はいはい。で、なんか、あれ？なんか聞こえんなって。喋りかけてる。森に。え？って言ったら、こんにゃく麺チェンジなんかできるんだ。みたいな、この、なんか、妖艶っていうんですか、なんか、綺麗めな、美魔女みたいな感じの喋り方。うん、怖え。いや、怖いっていうか。だって酔っ払ってるでしょ、明らかに。なんかね、多分酔っ払ってる、あれは。でしょ？怖えじゃないですか。こんにゃく麺チェンジなんかできるんだ。もう、なんかもうその喋り方のイメージ、俺もう完全にモモさんになってるんですけど。モモさんっぽくない？いやー、でもまあ。モモゾウさんで。その方、そうそうそう、モモさんよりも多分お若いのかな。お若くて、30代前半ぐらい。ああ、できるんだ、みたいな。すげえ美人なんですよ、でも。へぇー。できるんだ、つって。そう、できるんだ、つって。俺、もう何？ボーイの方に完全にこう向いてるんですか？いやもうなんかもうこっち見てるんですよ、もう明らかに。こうやって向いて、体向いてるんじゃなくて、そう、もうなんか本当に膝、こんな感じ、そう、肘ついて、こっちをこう、あ、できるんだ、みたいな。で、俺、ラジオ聞いてたら、え？でもうなんか思考の整理追いついてなくて、今ちょうどこう、はがき職人たちが対決してるところなんだけど、そっちに集中してるから、え？は？みたいな。で、なっちゃって。で、でも、もうできる、あ、そうなんですよ、つって、追いついてるし、こう、バッて、この間もう 0.1 秒ぐらい、バッて、あ、そうなんですよ、って。しかもなんか、いきなり話しかけられたから、俺、もう、素の俺が出ちゃって、もうなんか、もう、童貞みたいなリアクション。あ、そうっす、そうっす。うっす、みたいな。目合わせらんないみたいな。あ、そうっす、あ、これごめんなさい。みたいな。やるじゃないですか。俺の本当の素が出ちゃったんですよ。あるある。出ちゃいそう。動揺しちゃって。で、エアポーズを片耳外したんです、その人の側の方。でも戻したんです。うん。みたいな。みたいな。で、戻して、よし、もうじゃあ、ラジオに戻ろう。戻ろうってしたら、まだ話しかけてくる。豆腐は知ってたけどな、みたいな。こんにゃく麺知らなかったわ、って言って。めっちゃ話しかけてくるよ、って。怖え。俺、そういう人を無視したくないんですよ。はいはいはい。ボーイそうだよね。俺は話しかけられたら絶対どんな人でも話すんです。はいはいはい。例えば道にやばいやつだなって思われて。キャッチ以外は話すんですよ。だからキャッチ以外は。道困ってんのかなとか、なんかある感じ。あ、なんですか。で、そうなんですよ。僕もね、豆腐はあれだったんですけど、みたいな。普通のもう、なんかスイッチ入れたわけですよ。ちょっとこれ、やばいと。はい、やばい。童貞からチェンジ。ちょっとチェンジしようと。でも多分もう向こうが、こいつ童貞じゃねえかって思ってるんですよ。おそらくね。最初それで行っちゃったから。そのボーイで行っちゃったから。はいはいはい。そしたら、次の瞬間ビビったのか。うん。美味しそう。一口ちょうだいって。うわうわうわ、いや、怖えよ。な、やばいやつ。ビビったろ、俺。やばいよ、女っすよ。知らない人にさ、一口ちょうだい。しかもラーメン。はい。で、取り皿とかないんすよ。やばい女だよ。うん。すげえ人来たの。はいはいはい。やばいよ。あげたんすよ。あげたんだ。よくあげたな。あげたの。どう、それね。やばいよ。お金多分、みんなだったら、いやいやとか言うと思うんですよ。笑って、ははとか、あとは無視するとかあると思うんですよ。花見さんだったらどうする？無視っすか？あげる。楽
俺は多分面白スイッチが入るから。そう、俺も面白スイッチが入ったんです。入りますよね。そこで勝って、うわ何このエピソード、なかなかない。ないないない。しかもなんかおっさんとかに規則口くれよとか言われるのに、私酔っ払った。すげえ美人の酔っ払ったお姉さんに一口ちょうだいみたいな。どんぶりをね、ずっと、あ、いいっすよ、つって、どうぞみたいな。で普通にもうその人が食ってた箸でこうガッて救われてバクって食べて。で、あ、つる、あ、へえ、食べやすいな。食べやすいっつって。うん、あ、いいねこれ。いやこれぐらいテンションなんですもんね。で、あ、いいっすよね。つって、そうですよ。つって。ね、で普通のね、でもまあ俺はちょっともう面白すぎちゃいちゃうから、いやでも普通の麺の方が美味しいっすよって、俺からトークをもう展開 し、していこうと掘ろうと思ってね。そう掘ろうと思って、こっちとか掘ろうって、いや麺面白い、あの普通の麺の方がおすすめっすよって、そうなのっつって、つって、てか、ここ朝までじゃなかったっけ、あやべこれ、いやわかんないっす、え、そうなんすかみたいな、朝まででしたよねってもう店員に行ったんですよ、目の前の店員に。店員もなんか、朝まででしたね、昔は。昔はそうなんだ。昔はそうだったんですよ。あ、そうなんだ。結構もう子さんなんですね、みたいなね。子さんっぽいんですよ。子さんも、子さん、モーコラーですよ。モーコラー、そういうふうに言うね。子さんモーカー、モーカーです。下手くそだな。子さんモーカー。子さんモーカー。子さんも、子さんがさ、そうなんです、あ、そうなんだ、みたいな、へぇ、みたいな、久しぶりに来たのかな、って言って、で、俺が、え、でも久しぶりなら北極なんすね、うん、まあ、辛いの好きなんだよね、ってんだ。そういう、言った通り終わって、で、俺はもう、あ、多分これ掘ってもねえな、はいはい、もう、コネガメ戻ろうって、ずるずるって戻ったら、なんでこんにゃく麺食べてんの、はいはいはい、気にしてんのできて、あ、始まったぞ。そう。でしかもこれ向こうのお姉さん、もう食い終わってんだよね。あら、もうないんだ丼に。ないのよ。いつ出てもおかしくない。はいはい。でも俺にトーク振ってきて、あ、で、やばいこれっつって、やばい。誘ってんのか。え？あら、なんだこの人。最初童貞感出したから。うん。童貞ハンターじゃねえ。あ、いや、やばい。都市伝説。うん。いや俺はそういうの興味ないですよ、はいはい、そういうのに行っても行こうと思わないけど、わかりますわかりますよ、そういうスイッチが入ったんですよ、うん、えみたいな、うん、やばみたいな、うん、多分俺が食い終わるまで待ってんだ、やばいやばいやばい、ずるずるって、で俺、いや気にしてんのって言われた、うん、あ、実はダイエット中なんですって言ったら、うわみたいな感じで心開いてくる感の笑いをしてくるんですよね、あって、うん、あーみたいな、で俺もちょっとなんか、まあ普通にナチュラル接したわけです、でこんにゃく麺食い終わって、ふーっつって、で俺も食い終わったらまだずっと、その間10分ぐらい5分ぐらい無言が続いたんですけど、その後まだずっといるんですよ、しかも閉店の時間過ぎてるんですよ、出なきゃいけないタイミングです、でもう店内に俺とそのお姉さんしかいない、やばやばいでしょ、完全に俺待ってる、旗から見たら一緒に飯食いに行ってた、確かに確かに、俺最悪だと思って、俺そんな気全くないんですよマジで、はい、浮気とかそういうのね、はいはいはい、もうワンチャンあったらついていくこと全く思ってないですよ、はいはいはい、そう、なんなら、これで誰かに見られて勘違いされるの嫌だって思って、そうですね、リオナレ女といたぞみたいなね、そうそうそう、うん、だからもう早く帰ろうと思って、うん、でも明らかに待ってるんですよね、うん、多分俺のこと、うん、これ多分俺が出るタイミングで立ち上がるぞって思って、はい、で多分外出てきて、はい、声かけてくんぞって、どうしよう、なんて言おうって考えながらこんにゃく麺食ったんですよ、うん、でパタンって食べ終わって、あ、じゃあごちそうさまでしたっつって、うん、普通に出るじゃないですか、うん、ついてこなかっただと思って途中からそうだと思ってそうだろうなと思ってついてこなかった、不動でした、不動だった、はい、関係なかった、はい、なんなら俺が食べ終わるじゃないですか、でごちそうさまですっつって、じゃあ、お疲れですって言ったんですよ、俺、その人に声かけたんですよね、無視されました、怖え意味わかんねえ、怖えもうなんだよ、で出てった、
東京意味わかんねえで、うん、東京すげえって東京すげえってあんた東京の人だからあんた生粋の東京の人だからなんで東京すげえ知らない人にラーメンあげちゃってみたいなっていうエピソード。いやもうすごい怖い。怖いすごくない？いるんだな、いるんすね。これでもさ、興奮する人は興奮するっしょこれ。興奮する人はするかな。うん。まあ俺はしないっすよちなみに。あ本当、うん。でもハラミンさんねめっちゃ好きな見た目だったと思うんだよね。めっちゃ綺麗なお姉さん。美人な。服装とタイトスーツとかそういう感じですか？いやタイトスーツじゃない。ちょっとなんかドレスっぽい感じ。ああじゃあちょっとブルーな本当に大人のお姉さんみたいな。お水の方かな？わかんないけど、いやー興奮、うん、そうっすね。綺麗な方でしたね。綺麗な方か。はい、ただ怖かったっすね。なんかだからそうっすね。そうなっちゃうと俺はもう本当に面白いスイッチになっちゃうから、もうなんか言ってやろうかなとかももう思わない。あれどうす、何が正解だったんだろう。それが正解じゃないですか。これが正解だ。それ正解ですよ。いやすごかった。いい金箔、俺もう全然だから楽しめなかった。うん、もう怒ったんだよ。飯をね。飯もラジオも。ラジオも。化学職人同士の対決を楽しめなかった。すげえなぁ。いろんなことがある。これある？こんなことある？いや、ないないない。そんなことないよ。おい、みたいな。ないない。おっ俺、そういうさ、童貞映画主人公の漫画とか映画とかさ、そういうのばっか見てきたからさ、はい、そういう展開じゃんって思っちゃった。そこも引っかかるんだけど、そういうのばっかしか見てきてないんですか。どういうこと？そういうのばっか。そういうの大好きだから。いや、俺も大好きだよ。そういう漫画大好き。うん、俺も大好き。その漫画の展開やん、これ。漫画っすね、本当に。あうん。すごいな。でもまあ、俺が多分仮に彼女もいなくて、うん、恋人がいなかったとしても、うん、それ別にその人とワンチャンなんかとか思わない。なんか怖いっすよね。怖い。怖いっすよね。怖かったな。ワンチャンつつもたせ的なのがあるかもわかんないじゃないですか。うん。でもないと思うの。本当に酔っ払ってるだけだと思う。ああ。怖い。怖かった。怖い。なんか、うん。話しかけられた系で何かあったかなと思って検索したんですけど、自分の頭を。うん、なんか、高田がね、高田って普通に言っちゃうんですけど、俺の友達のサッカーの高田がね、うん、あの、新婚当初ね、その住んでたところの近くの焼き鳥屋さんで、うん、飯、焼き鳥食いながら飲んでたら、うん、その、まあ、そこの常連のおじさんが話しかけてきて、うん、最近ここに引っ越してきたのみたいな、うん、あ、そうなんですよ、新婚なんですよ、みたいな。で、それで話盛り上がって、全部おごってもらえたと。うん、その焼き鳥代とか飲み代とか全部、いやいや新婚なんだからおごってやるよみたいな。で、あ、そういうことあんだと思ってて、俺がだからその地元の飲み屋で俺が飯食って飲んでる時に隣のおじさんが話しかけてたんですよ、うん、ここのこれはうまいんだよみたいな、うん、このおでんがうまくてこれ食べてみなよみたいな、うん、あ、そうなんですね、じゃあおでんくださいとかって言ってて、うん、全然おごってもらえなかったっていう話があります。終わってんじゃねえか。高田話がちげえぞみたいな。俺おごってもらえなかった、俺普通におでんのお代とか出したけどみたいな。おいと思って、だから二度ともおじさんは相手にしないでおこうと思いました。そうか、おじさんはな、おじさんは本当にそういうエピソードだったらありますけど、そんなお姉さんないな。俺は興奮してはないんですけど、うん、まあ人によっちゃ興奮するんじゃないかな。はいはいはい、でそういうのをだから求める人もいるんじゃないかな。いるんじゃないですか、そういう、うん、一種のだからそれが運命の出会いみたいなさ、はいはい、一歩多分俺の選択をミスってたら、はい、人生の選択の中で、うん、それがもしかしたら分岐点の一つかもしれない、ね、分岐点の一つ、うん、うんうんうん、なるほど ね、まあ、ね、今までその俺が例えばこの今結婚してなくて彼女もいない状態で、はい、そのルートをね進んでいたら、はい、そこは分岐ルートだったかもしれない、はい、うん、それストーリーのストーリーだね、うん、声かけてもっとグイといくかどうかみたいなね、でめっちゃ君たち美人だったんですもんね。でもこれもうすぐ話したもん奥さんに、こんな人がいてさ、怖くないみたいな、怖いすげえよって、怖いわ、そんなあんだなやっぱなと思ったな、うん、怖いっすね、やっぱ童貞ハンターちゃうって言われた。さきちゃんにはいねえよ、さきさんいねえよ、童貞感出てる、やっぱ童貞だからなって言われた。やめろ、さきさんやめてよ、いや、そんな、いじられました、なんて言っていいかわかんねえよ俺は、ははははじゃないよ。いや、ね、俺でも本当にあの瞬間俺もうマジで、うん、やばかったな、あのリアクションマジで恥ずかしい、今思い出したけど、ラジオ、目も合わせられてた、ビビビビク、童貞だ、ビクビクじゃん、童貞だな、童貞感すごいな、ヒゲ面で、ヒゲ面で、ね、ドロボールのパーカー着て、もう童貞ですね、メガネかけて、完全に童貞ですね、完全なる、童貞ハンターですね、小太りで、小太りで、悲しくなるからやめろ、自分で言うな、悲しくなる。いやー、面白かった、あれ、ね、いや、よかったな、童貞ハンターなんかいるんだな、すぐメモった。ありがとうございます。さすがです。
はい、じゃあ続きましていきましょうか、はい、ごめんなさい、ね、いやいや、とんでもございません、いいっすよ。ラジオでも K、 はい、既婚者のリオナリさんは米しづらいと思うのでハラミさんに質問させていただきます。なんだろう、はい、今自分の頭の中と YouTube 界の隅っこを騒がせている天使、台湾のチアガールチュンチュンをどう思いますか。え、知らん。体のフォルム、スペック、容姿、中毒性のある妙、絶妙にダサい振り付けを満点の笑顔で踊り切る性格、付け入る隙が見当たらないと思うのですが、ハラミさんどう思うでしょうか。ラジカケリスナーにも共感してくれる人がいたら嬉しいなということで、まあ、チュンチュン検索して見たんですよ俺見たことあるかも。話題になってるんだったら、なんかサムネとかを見たことある。話題になってんの？まあ、確かに300万とか再生されてる動画もありつつ。え、ちょっと見せてみよう。その、チュンチュン検索。最近の動画17万とかなんか。でも普通にただちょっと可愛いチアガールの女の子。チュンチュン、うん。チュンチュン。チュンチュン。あ、この子、これ。こういうの、この子。あー。チアガール。これは360万プロ野球チアガール。あ、この人が YouTuber なんじゃなくて、うん、天才されてんのが。そうそうそう。この子可愛いっつって多分、噂になってんすよ。で、あげられてて、みたいな。本当だ、なんか、際どいサムネというか。まあ、絶妙なね。絶妙なサムネ使ってんな。ところを使って、うまいっすよね、絶妙がね。サムネがね。っていう、だから見ましたけど、まあ、そんな騒がれるほどかなっていう。ただ、一個の動画の、0分56秒、一番右の人のパンツ見えてないってコメント、しっかり確認しました。確認はしに行きました。しっかり、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。教えてくれてありがとう。OK。それ確認するでしょ、この、コール類のコメント。あるよな、コメントで。あるある。そう、ちょっとさ、はい、そういうエロ系で売ってる人とかのさ、はい、コメント欄って、秒数だけコメントされてたりするんだよ。されてたりするんだよね。しかも YouTube ってさ、はい、すごい機能がさ、はい、そう秒数だけコメントするとさ、そこを押したら飛べるようになってるんだよ、ね。すげえんだけど、ほんと知らない知らない。いつも手動でシグマいじってたの。はい。その秒数青くなってません？青くなってる。その青くなってる秒数ポチッと押すと、はい、そのシーンに飛びますよ。嘘、はい、本当、はい、俺でもその4秒ぐらい前から楽しみたいタイプなんで0分56って指定されたら0分52ぐらいに戻して4秒間ちょっと来るぞ来るぞみたいなので楽しみたいんですよ、うん、気持ち悪いな。いやいやいや、そういういやだから、はい、そういう人は青いボタンを押して10秒戻す、はい、戻す。あ、そうか、2回押してそれで見ればいい。それで見ればいい。そうだ、次からそうしよう。で別にね、既婚者のリオナさんコメントしづらくないですよね。別にね、別にコメントしづらくないです。チュンチュン、いや、かわいいと思いますよ、普通に。これが何、台湾で何話題になってるんでしょうね。きっとね、この子がね。という。見てみよう。はい。続きまして、ちょっと、2つ続けていきましょうかね。はい。ラジオネーム、ラジオ欧州。えなりかずきさん、台湾の大スターさん、こんにちは。こんにちは。全然、えなりかずきさんからないじゃん、ボーイ。どう、俺、うん、そうそう、俺のことか。俺が台湾の大スターだもん。うん、俺が台湾の大スターだもん。おかしいけどな。ハラミンさんの欅坂に欅坂を語る動画で感銘を受けて、少しずつ欅坂と日向坂にハマりつつある。わ、いい話ですね。以前にも話したように自分はとてもラジオが好きで、最近ではラジコや素人のラジオ配信アプリスプーン、うん、スプーンよく広告出てますね。ありますね、うん、ドハマりしていますと。そして最近、ラジオを聞く上で BGM の大切さに気がつきました。ラジオの仕掛け人の最初の BGM、オールナイトニッポンの BGM などなど、うん、その中で一番好きな BGM はダイパのシロナの BGM です。うん、ラジオじゃなくて、ラジオじゃねえじゃねえかよ。ハラミさんが共感してくれるのではないでしょうか。お二人はこの BGM 思い出に残ってる、もしくは好きだという BGM がございますか。 PS 好きなものについて話すシリーズどしどしお待ちしておりますと。じゃあ一旦この BGM 答えますか。なんかあります？ BGM、 BGM、 ボーイは BGM こだわるんじゃない？めっちゃこだわるね俺、うん、めちゃくちゃダウンロードするから。そうよ、あのフリー素材というかね、編集者さんはもうそれこそ本当こだわるよこんなの。 BGM っていうか俺が好きなのは、うん、曲のかかり方、映像としての曲のかかり方あるじゃないですか。 BGM っていうと、うん、あのシティハンターのエンディングのかかり方わかります？わかんない。どういうの？あのシティハンター天才なのが、うん、普通アニメって話終わるじゃないですか、はいはいはい、そしたら、はい、あの話終わってから、うん、エンディング入るじゃないですか、はいはい、でエンディングの映像始まったと同時に曲スタートするんじゃないですか、うん、する。違うんですよ。なんの、最後、うん、まあ、シティハンターいつも事件解決して、うんうん、事件解決したなっていうので、うん、なんか感動的なセリフとかみたいな一言ボソって言って、はい、グッとくるなみたいなことを言ってる時にもう BGM 流れ始めます。ゲットワイルド、テンテンテン、かっけえ、ゲットワイルドだ。でイントロがテン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 
でで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 、もうその時にはちょっと一瞬こう動いてるのが静止画止まって、うんうん、あの引くんですよね、映画、はいはいはい、映画すごい引いて、はい、広いかっこいい絵になってて、でんでででででで、アスファルトのところで、うん、エンディングスタートするんですよ、映像が。かっこいいんだけど、めちゃくちゃかっこいいですよ、それが。すげえ。てかもう、ゲットワールドもかっこいいしね。うん、ゲットワールド、ワイルドのそのエンディングがね、本当にそれは、BGM のかかり方。あれはちょっと BGM と言うのかな、うん、それがかっこいいですよ、ね。かっこいい。それたちもかっこいい。はい、かかり方ね。結構気に してますけどね、BGM の入れ方とかは。まあなんか、そう、入れるタイミングとか。映画とかよくありそうだよな、そういうエンディング。すごいな、やっぱ、防衛、そういうとこもいいんだな。はい、結構なんかドキュメンタリー映画とか、うん、その見ると結構 BGM の入れるタイミングとか勉強になります。はい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 、すごいこのシーンで入れてくるかみたいな、はいはいはい、ずっと BGM なかったのに入れるみたいな、うん、はい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 、だから、うん、あんまりこの BGM をすぐ切り替えるみたいなのはあんま好きじゃないです、それは。旅ロケとかするときも、うん、ここで BGM 入れるとガチッとこうグッとくるなみたいな、なんかあった。俺だから旅ロケをすごい意識して編集してますけどね。いやもちろんそれはそうなんですけど、例えばなんかパッと出ます？まあ、なんか日本縦断の時とか、うん、あの日本縦断の一番最初かな、うん、村井さんが沖縄の海をバックに喋ってるやつ、はいはいはい、で、うん、真剣な話して、うん、じゃあ行くぞっつってカメラがパンして、うん、空に向いた瞬間に床のバックパッカー流れ始める、うん、ああいうのとかはすごい気にして作ってます。あ、はい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 、BGM の流れだし、うん、なるほどな。まあ、そうか、そうだよな。感情をやっぱり、うん、編集、そうそう、編集するときはやっぱり、うん、その今このシーン見てるときに視聴者がどういう感情になってるかを気にしながら編集してます。おい、魔術師だぜ、これが、みんな。で今は、うん、なんか面白いとこあるんかなって気になってちょっと身を乗り出して見てるなとか、うん、そこまでイメージして編集してます。おい。で身を乗り出して、うん、一番気持ちいいタイミングで、うん、バーンって盛り上げるときに、ビジョンをガッて入れると、うんうん、そのシーンがめっちゃ印象に残るんですよ、人には。だから、うん、そういう風に編集してます。こっけー、テロップの入れ方とか。こっけーよ。だから、うん、ここのシーン面白いとかコメントでつくと、はい、あ、やった狙い通りだ、分かってないみたいな、そうそう、気持ちいいんですよ。はいはいはい、いいですね。僕は編集するときは絶対それやるようにしてるんで、うん、この編集ここの瞬間がいいとか、うん、そう来るように仕向けてますね。仕向けられてるぞお前ら。お前ら魔術師によって仕向けられてるからな。でもみんなそうなんじゃないのかな、言ってなんか作ってる人みんな意識してやってんじゃないかな、まあ、映画とかそうですからね。まあそうですね、映画とかね、うん、そうですね、確かに、ね、そうそう、だから映画とかだからみんな思うじゃないですか、うん、このシーンはこのシーン最高だったよねって、うん、もうあれはもうだからそういう風に仕向けてますから、まあね、作ってる人たち、それはみんなそうですけどね。まあそれはそうですよね、それもここね振って振ってね、そうそうそう、そうですね、それはね、はい、じゃ続きましていいですか、うん、クジラッパ丸、クジラッパ丸、ハラミンさん、リオヤさん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送らせてもらいます、はい、少しばかり僕の自分語りをお聞きください、はい、僕はいわゆる子さんと呼ばれるぐらいの期間マックス村井チャンネルを見させてもらっています、はい、もちろんアップバンク関連のチャンネルも見ています、うん、村井さんのバルキリー降臨やストアと間違えて事務所に来た修学旅行生とパズドラしてたり、コスケさんがなんで人の端末でソニア引かなきゃやビックリマンチョコ買いすぎたとか、パズドラ2周年の降臨戦などリアルタイムで見てたぜです、はい、その時から発売されたマックス村井のアンチグレアフィルムは今でも使ってますと、うん、もちろんお二人の初めての動画出演もしっかり見てた身としては、お二人そして村井さんとはなぜか長い付き合いのように感じたりもしています、はい、こんな僕ですが今までラジオを聞く習慣はありませんでした、うん、なぜならラジオのように1時間半や2時間となると飽きちゃうタイプなのです、はいはいはい、しかしこのラジカケや生まれたてのレイディオは聞いていました、うん、ただそれは自分の好きな YouTuber がやってるから聞いていただけでした、うんうん、そんな中お二人が以前ラジカケで自分に影響を与えたラジオは何みたいな感じの質問に対して熱く語っていたのを聞き、まあちょっくらいろいろラジオ覗いちゃおうかなぐらいの軽い気持ちでラジコをインストールしました、うん、そしてとりあえずオールナイトニッポン聞いてみようと思い、その夜の放送を聞いてみました、うん、そうしたらあら不思議、あっという間に2時間が経ちました、うん、一瞬も飽きることなく、うんうん、驚きました、マジでこんなにも楽しい媒体があるのかと感動すらしました。熱量すげえ、熱量すげえ。僕はそれから帰り道などわざわざ超遠回りしてでもラジオを聞きながら帰ったりしています。もともとお笑いはとても好きだったのですが、こんなにも笑いを身近に感じれるものがあることに気づけなかったのがとても残念に感じているぐらいです。熱い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 。僕をラジオという昔からあるのにもかかわらず形を変えないエンターテインメントに出会わせてくれたこののはこのラジカケです。
きっと僕にとって一番大きな存在のラジオは間違いなくラジオの仕掛け人です。本当にありがとうございます。僕はこれからもラジカケがどれだけ再生数取れなくても低評価の嵐でも応援してます。だから数字が悪いからといってやめたりしないでくださいね、編集長。毎週楽しみにしてます。ハラミンさん、林さん、これからも頑張ってください。PS、 ちなみに僕は漫画が大好きなのですが、どうも読んでる漫画の趣味が村井智武氏と同じなのが最近の悩みです。あ、わかるな先生の白い嘘を読んで、これ面白いなーってなってた翌日に村井智武氏が先生の白い嘘について触れてる動画が出た時の驚きは忘れません。長々と失礼しましたと。まあ、トータル熱い。このラジオオーシュンもそうだし、この、クジラッパ丸か、うん、もこのラジオが熱いという。熱いな。熱いですね。この途中で出てきた、わざわざ超遠回りしてですらラジオ聞きながら帰るって、これめっちゃわかる。わかる。わかるね。めちゃめちゃあるあるですよ、こんなのは。ね。わかるわかる。わざわざ、だラジオが1時間半の尺だとしたら1時間半のウォーキングコースを作りますもん。わかるわかる。途中で終わっちゃうからね。家帰るとなんかちょっとね。そう。そうなんですよ。ね。そうなんで。いや、いいね。ラジオ、クジラっぽまるか。ありがとう。で、村井さんと同じ趣味なのが悩みなのはめっちゃわかります。嫌だよね。村井さんがおすすめしてるものを自分が好きだったらちょっと不安になる。あの人本当に読んでるからな。漫画に関してはマジで、あ、この人すげえ読んでるなと思う。うん、なんだっけ、ちょっと、村井さんがおすすめしてた、娘の恋人？娘の恋人か。もう、ちょっと読みましたけど、おもろいね。面白いですね。あの漫画おもろいね。すごいな。絵うまいし。うん。うん。面白いわ。ね。先生の白い嘘か。先生の白い嘘好きっすよ、絶対、ハラミさん。私？なんで？どういう漫画好きなの？もう変態的な漫画なんで。なんで変態的な漫画私好きなんだよ。いや、絶対好きなんですよ、多分。絶対好きなの。面白い。多分好きなんだろうね。うん、面白いね。結構変態的なもの。結構変態的な。面白い漫画だろうね。ありがとう、クジラッパ丸。ただ、そんな昔から見てる子さんなのに、今までなんか出てこなかったっすね。お便りとかでね。確かに。ね。初じゃない？ありがとう。あ、初めてお便り送らせてもらいますって言ってるわ。ありがとう、クジラッパ丸。ね、いいよね、ラジオ。ラジオいいんだよ。熱いな。熱い。じゃあ続きまして。これはボーイだな。うん。おでん大好き主婦。お。リオナリさん、ハラミさん、こんにちは。こんにちは。最近は芸能界が結婚ラッシュでおめでたい話が多いですねと。うん。リオナリさんに感化されて見始めたウォーキングデッドもシーズン3の中盤まで来ました。お。とても面白く続きが気になりますと。いいね。動画で語ってくれてとても感謝しています。ああ、嬉しいです。ね。さて、私はたまにまとめサイトでニュースを見るのですが、はい、こんなニュースがありました。映画館で上映中にスマホを触る若者たち。ああ、出た。村井さんも、動画出しましたね。そうですね、うん。こんな始まりでしたが、リオナリさんも何回もラジオにて上映中、携帯を触る、喋るなど、迷惑行為を目撃されてますよね。やはりこういう行為は今増えているらしく、迷惑に思う方も多いようです。うん、じゃあなぜ触るのかというと、単純に2時間近くじっとしているのが耐えられないという理由だそうで、一部ですけど、本当に2時間ずっと面白ければスマホは見ないと思いますけど、映画って見なくても話がわかるシーンがあるから、そういう時間は LINE や Twitter をチェックした方が合理的ですよね。20代男性。こういう理由だ。マジかよ、うん。いや、悲しくなるよね、そんなさ。違う。マジかよ。もう、2時間じっとしていられない。ならなぜ映画館にお金を払って見に行くんだろうととても思うのですが、この男性は映画を見ることを友達と遊びに行く感覚なのだそうで、話題の映画に行く、面白くないとなると携帯を見ずにはいられないんだそうです。おい、この行為について周りの迷惑を考えないのかという質問には、音を出していないし明かりも暗めにしているから迷惑ではないんだそうですこの男性は迷惑行為をしていると全く思っていないし、こういう考えの人は増えているので今後もっと増えるかもしれません。もう注意喚起だけではダメだと思うので、いっそのこと映画館は電波が通じないようにするのがいいかもしれませんね。本当にイライラしますけど、注意するとかしないとダメだそうです。あ、ダメそうです。残念ですが、長文になってしまいました、すみませんと。寒くなっていきますので、お体にお気をつけてくださいと。応援しております、おでん大好き主婦より。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ俺もね、この、うん、まあ大好き主婦が言ってる記事見たんですよ。ええ、で、そういう意見もこういうことだった。ええ、もうブチ切れですよ、うん。もう本当に旅団を見た時のクラピカ並みの、うん、俺もう多分あの時広めになってたと思う。広めになってるね。そんぐらいの行動ですよね。本当にマジで、うん、マジで。俺はもう制約と制約で、はい、そういうやつ、はい、映画館でスマホいじるやつにしか使えない念能力、うん、もうやりたいもん、うん。やりたい。そいつが、うん、それもうスマホ見た瞬間に一生スマホ触れないみたいな。はい、
そうね、能力一生スマホ、もういいそれ、もうそれでいい、ね、そいつにしか使えないっていう能力の制約かけていい、かけていいの、ね、俺の能力はそこにしてそんぐらいのやつだね、もう怖えな、ホンにだってもうなめてるでしょ。いやこれね、あのね、映画って見なくても話が分かるシーンがあるから、そういう時間は LINE や Twitter をチェックしたらどうぞ。ここちょっと一言やばいっすね、ありまして、いやこれは俺もあるんですけど、はい、うん、要はこれ映画に関わることじゃなくて、そうなんです、あの振りが、そうなんです、振りでの話だよね、ハルミさんの。まさにその通りです。そうですよ、そう、この振りが耐えられないって話ですよね。そうです、振りが耐えられないって話です。いやだから4コマ漫画の最初の2コマ見れない、うんうん、見れないってことですよ。転結しか見れないってこと。そうなんですよ、起承が見れない。これは本当にこれやばいぞ、これはね、ただこれはやばいぞ、やばいじゃないですか、うん、やばいぞと思ったのは、俺アップバンクに入った頃からもやばいと思っていて、うん、その、まあ、YouTube 式の編集をやっぱ編集班のみんなするじゃないですか、うん、で、あのジェットカットとか、まあ、バーって、まあ、集めたりとか、うん、そういうのにも全部俺は言えると思ってるんですよ、はい、なんかたともう本当にじゃあ漫才とか落語の世界になっちゃいますけど、はい、あの師匠方が、こういうお話でございますけども、この A も大事なんですよ、はい、分かる分かる、でしょ、うん、だからやっぱ YouTube 見てる人からするとそこで離脱するから A とか全部切るじゃないですか、分かる分かる、ね、でも苦肉の策でしょ、ボーイたちが切るのも。まあそうですね、僕は絶対に絶妙なラインで振りを残すようにしてます。わかるよ、わかるよ、そこはさめっちゃねやるじゃん、超繊細にやりますよ、そこは超繊細にやるじゃないですか、はい、で、あの映画作る人もそうだし、まあ俺も漫才書いてたからそうだけど、うん、もっと本当は出したいんですよ。あ、わかるわかる、撮った分がもっとおもろいとかいっぱいあるじゃないですか。そう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 、俺も漫才はもっとおもろいボケとか振りがいっぱいあるんですよ。ドッキリもそうだよ、ドッキリもそうですよね、うん、ただ漫才は、4分って言われてるから、4分縮めないといけないんですよ。うん、で、YouTube の例えばじゃあ旅ロケでも2時間ぐらいやりますけど、あれ本当はもっと6時間ぐらいおもろいのあるじゃないですか。あるあるある。でも、見ないだろうなと思って2時間にギュッとするじゃないですか。うん、ただでさ、削ってんすよ。うん、いっぱい、うん。で、本当はこの振りがあった方がここもっとウケんのになっていう、この振りをなかなか消してるじゃないですか。うん、で、1個の振りでこれで気づいてくれるかなっていう振りだけ残すとか、うんうん、してる、本当に繊細な部分を残すよ、振りを。うん、で、そこを見なくても分かるだろうってなっちゃうと、いや、ここのお家楽しめてないよ、みたいな。振、う、り、ん、見てないじゃん、だってあなたってなっちゃうじゃないですか、うん。でもやっぱ劇場にいる女子高生のお客さんとか、そこの振り見ないんですよ、うん。ね。だから映画館にいるこの男性も同じことですよね、要は。うん、いや、ここだって今静かなシーンじゃん、みたいなことでしょ、うん。なんかただ喋ってるだけでしょ、みたいなね。もっとバンバンとかドーンのとこは見たいわけでしょ。そう。だからそこに繋がるさ。でもね、もう治んないと思うな、そういう人は。そうだね。こっちのそういう世界に行こうとしてる人じゃないと見ないじゃないですか。うん、だし損してるっていう感じがまずないんだもん。うん、そうなんですよ、うん、いやだって俺が払ってるチケット代だしよくねみたいな、別に損はしてなくねみたいな、まあ、周りの人には確かにちょっと迷惑かもしれないしさみたいなことじゃないですか。うん、だからせめて全然、いやスマホいじる場所っすよね、家だったら全然いいっすよ、全然いいっすよ。そう、迷惑をかけてるかかけてないかって話なんですよ。そうなんですよ。物の楽しみ方なんて押し付けるもんじゃないから、そうなんですよ。これも本当に思うんですけど、うん、映画も結局は、うん、その押し付けるもんじゃないし、見たい人が見ればいい話だから、うん、無理に見る必要はないんですよ、うん、なんなら別に途中で携帯いじってもいいんですけど、うん、それを映画館でやるなって話です、うん、そうなんですよ。マジで。だから個室だったらいいですよね。そう。だから、うん、俺は、その、うん、おでん大好き主婦が、うん、あの、電波を通じなくするって言ったじゃないですか。うんうんうん、でもそういう人たちは電波通じなくなったら、うん、あのまた別の問題来ますから。なんか喋ったりとかしますよね。そうそうそう。だから個室映画館がもっと増えればいい。あるんですか。いやない。あ、ないでしょ。でもね、うん、やった方がいいと思うんだけどね。なんかね、ちょっとコックピットでこうなんか卵型のねブームみたいになってるのでもいいからね、椅子ね。そう、カラオケ店とかを多分その買い取って、そういう個室に、うんうん、だその現在上映中で上映1週間遅れとかでもいいから、なんかそこで映画のを買い取って最新映画が個室で見れるみたいな。それだったら多分1000円多くても見るに行くでしょ。行くんかな、そういうやつって。だってなんか多分大スクリーンで見たいんじゃないですか、こういうやつら。いや、わかんない。なんで来るんすかね、わかんないな。なんで来るんだろう、マジで。だからそのなんなのかな、暇だからとりあえず行ってみっかみたいな。あ、話題のチェックしちゃう俺みたいなことですかね。そうじゃない。最先端見ちゃう俺みたいなことですよね。そう。インスタグラマーも。なんなん？でも最近マジで2回に1回ぐらい遭遇するから。マジでそんなに遭遇する？うん。俺、大体週1で映画見に行ってるんですけど。はい。平均したら。はいはい。うん。
いや、そんなするよ。そんなにいる？この前、ターミネーター見に行った時もいたもん。いた？ターミネーター時いた？いたいた。ターミネーターでいんのって思って。ターミネーターなんてあんなギュッとされてるやつじゃん。もう面白要素しかない。振りなんかねえじゃん。マジかって思っちゃって。ね、って。息つく暇ないじゃん、あれ。ね、そう、だから、いましたよ。それ、近くの席ですか？ターミネーターの時は。いや、割と遠い席で。でも遠い席ですら、ちょっとの明かりでも分かるんですよ。いや、遠い、全然分かりますよ、遠い席ね。そうそうそう、めっちゃ分かりますよね。だから勘弁してほしいな。なんなん、マジ。やめて。本当に。本当に。だから、なんなんだろう。頼む。スマホだけは頼む。だから、今の、だ映画館側も変わんなきゃいけないのかな、分かんない。今の時代に追っついてないんじゃないですか。そんなことないですよね。そんなことないですよ。そんなことないよ。映画館側が変えろっていうのは、もう、それはもう。うん、ひどいっすよ、話ですよ。そうそうそう、もう乱暴的すぎますよ。そんなんだって、それやるやつが悪いんだから。そうだ、それやるやつが悪いんだよ。そうなんだよ。考えるだけでやばい、火の目が。火の目が。ああ、やばい。俺の目が真っ赤に。うわ、やばい、寿命が。全然黒いよ。真っ黒だから大丈夫だよ。はい。ねえ、そんなですって、おでん大好き主婦。ねえ。きついよな。頑張っていこう、おでん大好き主婦。ぶち切れてる。おでん大好き主婦も映画好きなんだろう、多分。好きなんでしょうね。うん、だってイライラしてるって言ってるもん、うん、確かにイライラするわこれな。いいよ、全然いいんだよ、うん、全然いいよね、全然。そうそう、うん、映画を楽しんでキャッキャだから俺は、うん、あの海外の、ね、方とかが映画を見に行くと、うん、結構こう、うん、わーとか言うんすよね、言うね、アベンジャーズでも俺そういうのはいいと思う、うん、それはいいよ、楽しんでんな、うん、これ。それはいい、それはいい。全然いいんですよ、うん。それに対して全然イライラしないですよ、うん、めっちゃお笑い声、大声、うん、それはいいよ。そう、全然関係ないところで、うん、そうなん、喋ったりとか。そう、ほんとそう、なんだろうな。そうなんだよ。やめよ。寿命が。寿命が縮んで。やばい。クラピカ。はい。というわけで。はい。以上ですかね。以上ですね。なんかありますか、あの、MVP は。MVP は。ああ、悩ましいな。ないかな。特にそんな盛り上がってないですね。特にそんな盛り上がってないですね。いや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 。あれですけど。興奮したことか。興奮したこと。なんだろうな。悩ましいですね。うん、おでん大好き。誰かにあげたいな、俺は。おお、そんな、そうか、誰かにあげたい。うん。エントリースノーマンにあげれば。え？エントリースノーマンにあげれば。エントリーにはあげない。あげないね、エントリーにはあげない。で、これ、K が、チュンチュンでしょ。土か味噌が最近興奮したこと。ダボーイの、あの、中本につながるやつですね。で、ラジオオーシュンとクジラッパ丸がラジオが好きですよってお話。悩ましいな。悩ましい。悩ましいね。でも興奮したことは、うん、何、先週 MVP ないのか。先週 MVP ない。まあそんな無理して出すほどのもんでもないです。だって MVP なんだろう、うん、確かに、ね、MVP の価値を下げちゃいけない。確かに確かに。そうだよ。じゃあなし、うん、なしで。で、俺僕から発表いいですか。俺僕から僕から発表いいですか。はい、あのサムネイルに関してなんですけど、はいろいろ考えまして、はい、あのサムネイルってやっぱ作るの大変じゃないですか。大変、はい、なので、うん、サムネイル、うん、あの採用された方、はい、あのノベリティあげます。これはもう MVP と同様。そうだよ、大変だよ。むしろあっちの方が大変なんじゃないかと思うなので絵を描く方が、今後はだから MVP に選ばれた方と、うん、プラスサムネイル採用された方、今後っすか。今後、今までのサムネイルダメなんですか。今まではエントリースノーマンがいるからダメか。いやいや、かけない。すいません、今まではなしにさせてください。あ、なるほど、うん。すいません、これはちょっと、その、ってなると思うかと思うんですけど、すいません、こっから先はって、はい。そうですね、ルール、じゃあルールとして。はい、ルールとして、ごめんなさい。これはちょっと言わせてください。はい、なので、うん、ラジオとかで、普通のラジオとかでもそうじゃないですか。そうだそうだ。今週からは、こう、これがありますよ、ノベリティ。なので、今回は。はい。はい。ということです。そう、うん、で前の、MVP、過去のやつの MVP を前選んだやつは、うん、もうそれは言っちゃったことなんで。そうだね。あげますって僕が言っちゃった。言っちゃったから。それはもうあげます。そうです。サムネイルは、うん、次回から。次回から。12月からかな、はい、じゃあ。はい。うん、で、まあ、もうね、サムネイルがないんすよね。おい、何やってんだろう。エントリースノーマンからはすげえ届くっす。あれね、俺も見せてもらいましたけど。頭おかしいやつね。今朝も届いたから。やめろ、お前。好きすぎるだろ、お前、アップバンクのこと。やめろ、お前。怖いから。怖いから、なので、多分、もう、この、今日、このラジオ収録した後に僕、つぶやきますけど、はい、次回から、サムネイルも採用された方、はい、MVP、はい、ノベリティプレゼントします、つって。はい、なので、サムネイル送ってくれる方は、僕に、Twitter、はい、ダイレクトメールで。
お送りください、はい、お願いします。よろしくお願いします。で、採用した時、採用しますねって時は僕は DM で返信するんで、はい、これで採用しますんで、はい、はい、それで採用しますんで、うん、あの住所とかこのもの教えてくださいって送るんで、はい、で送ってください。わかりました。そうですね。エントリー、スノーマンって MVP 取ったことないんでしたっけ。ないんじゃない。あいつだからノベルティを送らなきゃいけなくなったら住所送らざるを得ないってことっすよね。そうそうそう。そしたら突撃できますよ。できるね。できますか。お前ダメです、ダメです。択一だから。それはダメです。二者択一。でもプレゼント送り以外の住所使用はしない。しないです、ね、ちゃんとお前住所送ってこいよ、お前。早く突撃させろよ。はい、というわけで、はいはいはい、よろしくお願いします。そしてですね、はい、ちょっとね、ごめんなさい、本当に僕ちょっと毎回忙しい忙しいって言っちゃうんですけど、ちょっとノベルティ送るの、ま、もうちょい待ってください。はい、はい、うん、来週中には、うん、必ず、そうですね、採用者、はい、今までの方全員から、にメールを送らせていただくので、うん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 、ちょっとお待ちを。ちょっとお待ちを。はい、すいません。はい、すいません。年内には、ノベルティをね、お渡しできるように頑張ります。バタバタしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで12月ももう始まりましたね。はい、もうサムネイルどしどし頼みますよ。頼みますよ、本当に。皆さん、坊や困っちゃいますよ。いや、まあ別になかったら俺が作るけど、ね。あ、そうなの、ね、うん、そうかそうか。でもぜひね、ぜひね。はい。いろんなサムネあったらおもろいじゃん。おもろい、おもろい、そうだよ、ね、うん。もう、年も、ね、そろそろ。いやー、あと1ヶ月。1ヶ月。大変でございますけど、皆さん。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。というわけで本日の商品はアラミンとリオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。